はい、どうもこんにちは、源太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、甲州の中心部におりまして、ね、甲州タワーのね、あるところ付近におります。ここら辺ね、ビジネス街みたいになっててね、すごいもう高い、ね、建物がたくさん建っております。でも画面に映りきらないぐらい高いんですよね。すごいでしょ。はいはいはい。でね、周りはね、公園みたいになっていて、緑がね、綺麗になってるんですけど、こちらね、甲州タワーがございます。見えるかな。はい、こんな感じ。すごい、結構高いんですよ。600メートルあるみたいですね。600メートル。で、隣にはね、そう、なんか国際競技場みたいなのがあるみたいで、はい、とっても綺麗になっております。これはコンビニかな。コカ・コーラとかも普通に売ってますね。お、アイスも売ってる。すごい、こんな感じ。そう、僕映すとね、なんか真っ暗になっちゃうのでね。そう、あれが甲州タワーです。はい、でね、なんかね、スカイツリーが634メートルで甲州タワーが600メートルみたいなので、なんか建設ラッシュでスカイツリーがちょっと勝ったみたいですけど、すごいね。それにしてもスタイリッシュでかっこいいですね。はい、あと銀行とか、商社だとかそういうのが集まってるみたいですよ、ここら辺は。すごいね。1平米220万円、22元ぐらいするみたいで、とっても高い場所になっているみたいです。いやー、すごいね。やっぱ地震とかないから、すごい高い建物が建てられるんですかね。すごいですね。あとここら辺ね、お花がすごい綺麗で、そのバラとかね、あとは何だろうな、名前わかんないんですけど、とてもね、綺麗なお花がね、いっぱいありますね。例えばね、このお花、なんか名前わかんないんだけど、とっても綺麗なんですよ。こういうお花があって綺麗です。そうそうそう、ここら辺ね、なんかバラみたいなお花があって綺麗なんですよ。すごい。あ、こっからだったら甲州タワーと自分映れるかもしれない。いいね。あとは青いお花がこちらございます。じゃあ今日はこれぐらいで、行きたいと思います。チャンネル登録、高評価、気温のどうでしょう。以上。